マイク・ポズナーはアメリカ合衆国の男性シンガー・ソングライター。2008年から地元の友人であったラッパー、ビッグ・ショーンと共に制作活動を開始。2009年にミックステープ、アマター・オブ・タイムを発表し、音楽業界から大きな注目を浴びた。2010年4月にはデビューシングル、クーラー・ザ・ミーを発表。アメリカで年間19位、イギリスで、 年間33位など世界中で大ヒットを記録し、世間に一役なお知られるようになった。翌月にはセカンドシングル Please Don't Go を発表。前作ほどのヒットには至らなかったものの、多くの国でゴールドプラチナム認定された。同年8月にファーストアルバム 31minits to Take Off を発売。アメリカのビルボード200で初週に 約3万枚を売り上げ、チャート8位を記録するヒットとなった。その後、ヒットに恵まれない時期が続くものの、ソングライターとしての才能を発揮。ジャスティン・ビーバーのボーイフレンドやマルーン5のシュガー等の多くのヒット作を生み出す。2015年6月には久々の作品 EP ザ・トゥルースを発表。翌月にザ・トゥルースからのリードシングルとして、 アイトックアピルインイビザを発表。ノルウェーの DJ シブによるリミックスが収録され、このリミックスがスカンディナビア半島を中心にヒット。徐々に世界中でチャートを上り、2016年4月にはイギリスで1位、アメリカで6位などを記録する大ヒット作となり、見事カムバックを果たす。また、この曲はビルボードホット100の2016年年間。 シングルチャートで15位を記録している。このヒットとともに、初めはセールスが振るわなかった、ザ・トゥルースもアメリカで32位、カナダで15位のヒット作となった。2016年5月には、セカンドアルバム、アット・ナイト・アローンを発売し、2016年の米年間チャートでは163位を記録。EP ミックステーププロモーショナルシングルシングル。 ありがとうございます。